気味悪いダイモス。掘削用でドリルフライだってさ。空飛んでんじゃねえか。あれも穴掘んのかよ。俺の乗ってるやつぶん殴るにはいいんだが、あれじゃ手が届かねえ。そういう時は EMP とやらを使えばいい。落っこちてくるから殴れる。面倒だな。18式戦車で D に押し負けた経験から格闘性能のある騎兵が作られたんだ。第一世代は接近性偏重な設計で機動力が高いが、飛んでるやつは想定していなかったようだよ。なんだ網口、なんでそんなの知ってんだ。なんでってなんていうか教えてもらったんだよ。いや、なんだよそれ。Thank you.
距離な。当たったか。処理した。まずは。人生ってのはままならんな。この俺が弱気になっているとはな。12番機移動するぞ。諦めない。シールドを張る。ありがとう。ありがたい。敵か。少しは慣れたかも。攻撃範囲内。やだね。
いかんな。12爆機動を攻める。移動するぞ。急速接近中。いいタイミングだ。ヒットだ。火をついたか。私の勝ちだ。どう出る。俺が気に入らねえようだ。さらや当てた。おとなしくしてな。私は何すればいい。少しは慣れたかも。私は何すればいい。頑張らなくちゃ。
私は何してもいい。大変だ、重郎。網口君、多分さすが。そんじゃ準備して。南さんが突然。おっと、そういや三浦君を家薬師寺だけでも、ま、僕の夢のひめちゃく。1900年遥か彼方の今もね、円盤が故障して地球に橋の上にて1900後にシリーズと。1950後にし、網口くんは運動も勉強もその上、実質にはあの絵今では寝てばかりいる。でも彼女はそれで寝てばかり。でも彼女それでそ、この前アンドロイドまで。用事が。いおりちゃんもか。寝てばかりいるし、ちょっでも彼女それで。そういえば休憩時間と気になどこに行ってるの。沢取たちの話。保健室へ昼寝に。そろそろ行かないと。寝てるの。後つけて行って寝込みを。そんなこと。網口くんの家、現実だと。迷惑で、俺がゲームで遊べるな。
この間話した初代の怪獣ダイモス、今映画館でやってる。行かない？それツツジ駅近くの古、それならレンタルし、網口んちの出来は下がりだ。置いていくなよ。いいね、ゲームやりそ。販売も終わって今日はもうか。もしか網口の居所知ってたかもな。ああ重郎、聞き耳立ててたじゃん、キサラギたちの話に。何か噂して知らない。よし。うわ、またこんなに散らかしちゃって。UFO が現れる活動を、それが MI。 彼、悪い宇宙人、文明の進んだ星からやってきた。17番、トライポッドとた BJ が乗っていたロボット。17番、トライポッドと戦うため BJ が乗って、トライポッド BJ がの、もうおとなしくしてないと。部活もうすね。ロッカーに閉じ込め、悪いと思うけど、ここしか隠す場所がないの。朝説明したじゃん。BJ、 私の部屋だと弟が勝手に入るから、隠れてても見つかっちゃう。
学校終わったら一緒になくし物を探してあげるから、ここでいい子にしてて。静かにしてないと。この辺うろうろ。休み時間にも来るから静かにしてる。というわけだからいい子にしてて。今度は出てきちゃダメ。もうちょっとだけ我慢して。ごめんね。静かにしてないと。この辺うろうろ。私の部屋はよく弟たちが勝手に入るからな。やっぱり BJ を家には置いと。部室には放課後までだ。ロッカーの中なら。
また夏のな、何その転がってるギク。え、なんで、いつもロッカーに入れてるじゃない。見てたのか。なんなのそれ。それはその秘密。また怪しげな UFO グッズなんでしょう。片付けとかないと。先、はあ、危ないな。もう行ったよ。だけど、きれいと、たんぱく。はあ。きれいと。おっと。機密情報が丸み。もしも BJ が見つかりそうなら素早く待機。もう見つかったらエリア51で買い。MIB だ。君、待ちなさい。しまった。そのカバンの中見せてもらえるかな。あ、待つんだ。まだ追ってくる。どうしよう。まずいわ。こっちにもいる。
ますよ。何も黒服南じゃねえか。尾形君、どうした。黒服の男に追われてるの。なんだ、あいつらに何かされたのか。どうしよう、捕まったら解剖されちゃう。何？浮かれちまうってのか。お服を。宇宙服？そりゃ全部よ。きっと隅々まで調べられる。な、羨ま、いや断固許せん。心配すんな、そんな変態行為放っておけるか。お、こら、てめえら許さねえ。お前何なんだこいつは。あっちから来たの。何なのあいつは。こっちに来る。校舎で何してやがる。ユキちゃん、ちょうどいい、手伝ってくれ。一体どうしたってんだ。逃げ出した怪しい奴がいた。何か隠してるようだ。ここで恩を売っときゃメガネも自由にさせてくれるかな。いいぜ、特務機構の仕事だろ。そのための潜入要員だ。見つけ出すだけでいい、我々が捕らえる。で、どんなやつだ。嘘よ、ユキちゃんが MIB だったなんて。ユキちゃん、
先輩、どうしたんですか？ミナミ、また物質が荒らされてる。それに、仲良しのユキちゃんが MIB BJ の子、ユキちゃんにも。こっちで静かに。洗濯カゴだ。うん、見たか、ミナミ。まずい。これはきっと犯人の盗撮用カメラだ。物質を荒らした変質者が仕掛けたものに違いない。私よくお、やっぱり物質にロ。いえ、これミナミの時計。情報がもしも BJ が素早く、そんなの持ち歩く、そのこれじゃないと時間わかんなく、劣化すぎない？あれ、その格好で帰る。ちょっと急いでて。あ、 MIB だ。君、待ちなさい。着いたよ。今度はどこを探すの？その下のは？過去にも行けるんだ。太平洋戦争終結。行ってみよう。
のカビ臭かった旧校舎がすっごい木の香り。立って間もないんだ。夢見た。 BJ 見てよ、本当に過去も未来。分かってる、ここでは慎重に行動。未来が変わってしまう。表記はち、ここが私の。硬かった扉も。どうしたらあんなに硬くなるの。硬かった扉も簡単に開くわ。どうしたら。あんなに硬く。40年も3歳のお父さんがばあちゃんちにちらっと見てきたら、だダメよね。騎兵ドローン稼働。騎兵ドローン稼働。誰か隠れなきゃ。時間通りです、ね、これが今月分の薬。お薬どうしてです。ごまかさないで。あなたの薬で未来が見えてるって。でもこれは違う。飲むとひどく苦しいの。見たことが思い出せなくなる。飲みなさい。悪夢を完全に忘れられます。悪夢？何も知らない元の君に戻るんだ。